25日のチーム練習後、取材に応じた日本代表ミッドフィルダー久保建英は、28日に行われるコロンビア代表戦に予想されるトップ下での起用の際のイメージを問われると、縦への推進力を意識したいと思いますし、僕のトップ下はボールを持って長い距離を運んでいけるというところ。そこから散らしたり、最後どうするかは自分次第ですけど、とにかくライン間で受けて運んでいきたい、とコメント。タケはトップ下確定っぽいから楽しみなんだ。これスタメン確定じゃなくね、久保がスタメンと勝手に思い込んで調子乗った発言してるだけじゃん。EL の時だって歴史に名を刻むとか言って結局ベンチやったやん。普通に考えたら西村スタメンなんだよな。タケがウルグアイ戦も出られたらカマと半分ずつ交代でトップ下をやると予想してたんだが、コロンビア戦ではどうするんだろうか。さすがにタケが出ればこの空気少しは打開できるだろ。水戸の裏抜けにパス出せそうなのタケぐらいだろ。久保がトップ下ならボランチは鎌田、遠藤で行ってほしいな。最近の森田あまり調子よくなさそうだから足元不安定でロストしがちだし、ビルドアップでも近場でショートパスばっかで展開力があまりない。1分でわかるサッカー反応集。